皆さんこんにちはワールドラバーマーケットのシャアです。本日はこちらのテーマについて紹介したいと思います。ツーモーションサーブの効果について紹介したいと思います。このツーモーションサーブっていうのは一体何なのかっていうところなんですけれども、このサーブを使っているトッププレーヤー、吉村真治選手、アップダウンですね。 まあこういうような形で吉村選手出してると思うんですけれども通常のサーブでしたらこう下回転をかけた後にこに上に引き上げたりとかこう落としたりとかっていうモーションのつけ方でまあ相手にこうどんなサーブ出したか分からせないっていうところがあると思うんですけれどもこれに。 例えば、えー、こんな形ですね、えー。下回転をかけました。で上に上げて下に下げる。これでまあツーモーションですね。一二。まあ今回そのサーブの出し方については詳しく説明しないんですけれども。 えーと今回そのサーブを出して上下っていうような形でまあその動画プレイル動画をやってるんですけれどもこのツーモーションを入れることでどういう効果があるのかっていうところについて説明していきたいと思いますでは実際のこのツーモーションサーブの効果なんですけれどもそのまあ何もモーションつけない次に 1個だけつける。っていうのとどういう差があるのかっていうとそのサーブを出した後にこの動きを多くすることで相手にこう情報を多く与える。どういうことかっていうと打った上に上げた下に下げたっていう情報を与えてあれ 相手何回転出したんだ何回転出したか分からないっていうふうに相手により多くのここととを考えさせるってことです、ね、そうすることであれ下かな上かなとかじゃなくてあれ何出したか分からないどういう動きしたんだっていうところでレシーブさせて例えばレシーブミスを誘ったりあとはそのこういう攻撃的なレシーブまあチキータだったりフリックだったりまあそのストップでビシビシさと止め,止めさせたりっていうのをまあ防ぐ効果があります。 この動きを多くすることで相手にこう目から入れる情報を多くして何をしてるか分からないどういうサーブを出したか分からせないっていうような効果があります。なのでやっぱり吉村選手もすすごいサーブ聞きますよ、ね、もちろん上か下か分からないっていうところもあると思うんですけれども取って上に下げて下に下げるとこういうふうに情報量を多くすることによって。 相手にどんなサーブを出さ、まあ出させたか分からせない。もしくはそのレシーブを置きに行かせる。置きに行かせるとやっぱり吉村選手このトッププレーになると三球目でガンと強く攻めることができるというふうになります。 このサーブのまあ,まあいいところ効果っていうのは先ほど言ったとおりこのモーションを2段階もしくは普段より多くつけることで相手に情報を多く与えて何何のサーブ出したか分からないとかこうレシーブを置きに行かせるっていう効果があるんですけれどもその反対にデメリットとしてやっぱりこっちの行動もこういうふうに多くなっちゃうと次の3球目への 反応が遅れたりとかうまく打てないっていうことがあるのでここら辺はバランスを見てて使って欲しいいなと思います私自身もそんなにこうモーションを多くつけるタイプではなくやっぱり3球目を重視する3球目でチャンスを作るっていうところを重視してますのであんまりこのサーブでいろいろやっちゃうと自分の3球目がうまくできないっていうふうになってしまいます。なのでこれを使う時には こうナインオールの競り合いとかここ一本欲しい時に今までこのワンモーションだけだったのをっていう風にここ維持の一本でも使えるサーブだと思うのでぜひ活用してみてくださいこの動画が何かの参考になれば幸いですありがとうございました